しようかなと思って、でも眠すぎて待てなくて19時まで もう眠すぎてちょっとこれ待てへんと思って、でも今日はなんか配信しようかなって思ってたから、でも待てなくてちょっと配信もう今しちゃおうと思ってしちゃいました。すいません。またね時間言って配信できたらって思ってます。ちょっと眠い、なんかさ想像以上に眠いんやけど、どうしよう。なんか家帰ってきてあのお掃除をね引き続きしようとか模様替えしようとかいろいろ考えてたんですけど、眠いですね。とにかく今日はね歌唱力のあのあれがねあるんで、9時半を皆さんぜひ見てください。眠たいです本当に、やばい。なんでなんか久しぶり、今日は収録だったんですけど、なんか久しぶりに笑った 笑ってはいるけどなんか久しぶりにこう収録やって、緊張してたからか終わった後にご飯も食べて超眠くて、今帰り寝てたほぼで、電車の中で寝びくしてめっちゃ恥ずかしかったです。三輪車お疲れ様でした。いやそう、三輪車さきつすぎるやろあれ。あ19時5分からあのドラゴンエッグがあるので、そう今ねやってるんです。こんばんは。そう、明日生写真とグッズを買うね。お明日、ありがとうございます。そう、あいみょんってめちゃめちゃむずいやろ。いやむずいよ、しかもなんか撮り直しとかねできるんですよ本番何回か、2回とかで、私の前にひななさんが4回ぐらい撮り直してて本番で、えいけるかもって思って、で私そう歌うじゃないですか本番歌って、でそしたらなんか声が裏返っちゃったんでしょ、たんからんでて、なんかその時喉の調子あんま良くなくて、コロナとかではなかったんですけどなんか調子悪くて、でもなんか前日とかにカラオケ行ったからかちょっと枯れちゃって喉が、そのあんま普段カラオケせへんから、なんか前日に結構なんか楽しく歌っちゃって一人カラオケで盛り上がっちゃって一人で、そのあいみょんさんのね歌の練習も兼ねて一人でカラオケ行って練習してたんやけど、なんかでそれのせいか次の日ちょっと晴れちゃって、でその始まる前もちょっとカラオケ行ったんですよ。うわちょっと調子悪いなと思いながら本番やって、そしたらのちょっと裏返っちゃって声が、歌声がで、えっと思ってやばいと思って、なんか撮り直したいな、ひななさん4回撮り直したらしいと思って、で撮り直したいなと思って、であの前回の時は2回歌わせてもらったんですよ本番の時、すいませんちょっとって言おうとしたら終わった瞬間に、え、よかったよみたいな、でもなんか声裏返っちゃったんですけどって言って、あのなるべくねもう一回歌わせてくださいっていう気持ちで、すいませんちょっと声裏返っちゃったんですけどって言ったら、いやでもなんかカラオケって感じでいいんじゃないみたいな感じ言われて、何も言えなくてそこでだからちょっと声裏返っちゃいましたすいません、ちょっと私は強く言えなくて、もう一回やらせてくださいって言えなくて、そうちょっとねもうずっと悔いが残ってます。声裏返っちゃったなって思いながら毎日あのいます。今今日だからなんか放送されるのちょっとあの怖いですエブリンさん写真撮れてよかったって、そうなんか私マネージャーさんとずっと
あの1月18日行こうねってもう去年の12月からずっと言ってて、そう年明けはそこ行こうねって言ってて、で行ったんやけど、たまたまねそのエブリンさんがやってて、知らなくて私それ来てはること、事前に言ってたのかお知らせしてたのかわかんないんですけど、そう来て、なんかさ私眠かったりなんか疲れると目の焦点合わなくてちょっと目たまにパキっちゃうんですけど、目がね疲れすぎてねグラグラする、きつい、そうチカチカする、やばい。なんでなんかそうで知らんくて、でなんかあのポストそう知らんくて、あ来てはるの知らんかったから、あ来てはると思って、えあれどう見てもエブリンさんやんなと思って、わあ嬉しいなと思ったら、たまたま後ろもうほんまに後ろに座らはって、でえやばいと思って、どうしようと思って、そうでもなんか私がお手洗いに行ってる時にスタッフさんと話してはったらしくて、エブリンさんとでお手洗いから帰ってきたら、あなんか こんにちはみたいな感じでお話ししてくださって、めっちゃ緊張して、私超緊張して、そうでもお話しさせていただけて、お写真も撮っていただけて、マネージャーさんおらんかったら写真なんか撮ってもらえへんくてマネージャーさんいたから、そのマネージャーさんに声かけてもらってお写真撮らせてもらって、そう DM でもありがとうございましたってあの連絡してくださったから、私もありがとうございました、ね、またあの会場で見かけたら声かけてくださいって言われたんです。だからそんな勇気ないけど頑張って見かけたら、見かけることに誰か分からへんけど見かけたらお声かけさせていただこうって思いました。すごいんですからねエブリンさん、まあ、知ってると思いますけど見てましたから私もテレビで、しかもなんならお正月の時見てましたし、だからねすごいですよね、バスケずっと好きでよかったって思いました。もう正月太りから抜け出せなくてね、最近ねあら分かる、あの顔がまん丸になっちゃいました、慣れすぎてここの筋肉がすっごい痛いんですよね。疲れたうわ、19時までしようって思ってます。ほんまにちょっとだけちょっとだけします。今日はお昼も食べて夜もお弁当食べちゃいました。スラムダンク大ヒットしてますね。私も見に行きましたよスラムダンク、超良かった。えでなんか千葉ジェッツのあのホームに見に行ったんですけど、なんか選手紹介みたいなのがスラムダンクの映画のやつみたいで、すごいかっこよかった。意識してんのかな分からへんけど、めっちゃ、うん、よかったよかったです、すごく。明日と明後日お話し会なんです、そういえば、そう話し会なんですよ、たくさん喋りましょう、喋れるときにねいっぱい話して、何話すか決めてくれる人もいるし、自分が喋るときもあるけど、茨城は負けちゃいました。でもね千葉相手に90点取っててやっぱすごいですよ。でもね滋賀が全然ね連敗ストップしなくて、結構 B2 降格しそうでめっちゃ怖いです。普通に B2 降格なんか絶対嫌や。そうなんです、明日浜ちゃんとの新年の挨拶
待ってます。明日から寒くなる。そう、今日、最近夜が寒くて、もう夜なんか出るのほんまに嫌なんやけどってなる。もうさ、夜帰ってくる時とかも寒いしさ、もう外出たくないってなりますよね。今日はずんちゃんといっぱいお話しして、なんか意外と共通点多くて嬉しかったです。昨日はね、ランディと会ったんですけど、いつも通りでした。変わらず私たち的には割と会わなかった方なんですけど、期間的には会えて嬉しい。ランディがパスタにキノコが入ってないと思って頼んだ、同じやつ頼んだんやけどキノコ入ってて、ランディキノコ食べられへんから全部私のお皿に乗っけてました。私キノコ大好きやから、可愛いです。やばい、めっちゃ眠い。やばい。リラちゃん元気ですよ、めっちゃ元気。普通ですよ。12月ぐらいなんかずっと体調崩してたイメージあるけど、心配でしたよその時は。私何が苦手？お化け。お化け苦手です。やばい、寝ちゃいそう。なんで初めて、なんか最近してないなと思ってしようと思ったんですけど、もう眠すぎてやばい。ああ眠む。そっか、今日金曜日か。なんでこんな眠いんやろ。最近ね、1時とか2時には寝るようにしてるんですよ。でも今日やっぱ緊張してたからかな。アクスタ可愛すぎる、明日絶対買うね。買ってね。スラムダンクは誰推しな？りょうた。宮城りょうたです。眠い。この後は私は急いでお風呂に入って、もうね、ご飯はね食べたんです。それ見て、私のこの素晴らしい虹やご。そう、いろいろやることあって、あとは部屋の掃除をね、なんかずっとこまごまこまごま部屋を開拓しながら変えてるんですけど、部屋の模様替えをしてるんですけど、それがね、なかなかこまごまこまごまさ、チビ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 やってるから、一日休みとかがないから、まだそうだから、なかなかね。誰かポストに、私のポストに何か入れました。そう、なかなかね難しいから、今日やろうかなって、明日遅いしとか思ってます。
でもね、眠すぎて無理かもって思うんですけど、頑張ります。私、太ったとか太ってないとか、あの指の太さで分かるんですけど、このね、ムチムチした感じになってくるとちょっと太りすぎてるなって思うから、今結構ムチムチしてるから、この分かる、この感じだから、ちょっとマジで、いや頑張ります。昨日からまたダイエット、ダイエットっていうか、あの今日はちょっと食べちゃったけど、お弁当、お昼も夜もいつもね、一日一食なんですけど食べちゃって、昨日からちゃんと、でも軽く筋トレ昨日したから、今日も頑張って筋トレしようと思います。そう、食事制限とか筋トレで落とします、私は。うわぁ、ということで、マジ一瞬でしたがちょっと一瞬でしたが、眠すぎて寝ます、ちょっとこんなことある、ちょっと眠すぎるので寝たいと思います、すいません。でもちょっとだけ配信できてよかったです。ということでランキング読みます。でも19時5分からなんかギルドやらないとって思ってるので頑張ります。ということで、一旦ランキング読みますね。間違えた。13位ピクさん、ありがとうございます。そして12位コシさん、ありがとうございます。そして11位塩小路さん、ありがとう。そして10位スギリンさん、ありがとうございます。そして9位サトルラブさん、ありがとうございます。そして8位キョウイさん、ありがとうございます。そして7位テツアットマーク台湾さん、ありがとう。そして6位マボロシさん、ありがとうございます。そして5位筋肉愛好家さん、ありがとうございます。そして4位たくさん、ありがとうございます。やばい、文字見たら文字見たらやばい。3位ワンタンメイさん、ありがとうございます。そして2位ジュンタアットマークミッフィー推しさん、ありがとうございます。私も最近もうめっちゃミッフィーにハマってて、ミッフィーにハマってるっていうか、ミッフィーとクマのやつにハマってて、最近なんかたまにさ、小物屋さんみたいなところにミッフィーのやつあるじゃないですか、あれもずっといっちゃう回ですよね。ということで1位クレイズアットマーク、お話し会よろしく姉さん、よろしくお願いします。ということで今日は見てくれてありがとうございました。ちょっともう目が疲れすぎてやばいので、ちょっと目を休めたいと思います。ではでは、見てくれてありがとう。ちょっとだけでゲリラだったんですけど、ありがとうございました。バイバーイ、またねー。